ちは。ひなな、ジャンシさんに会えて幸せ。幸せらしい、ひななは。ふぅ、やっていこうじゃない。今日も京都で最強の麻雀王になる物語。もうあげられるもんがねえんだけど、どうしよう。ありがとうございます。紫しかなくなっちゃった。これどうやって集めてんだろう、世の人間たちは。これじゃあひななじゃなくてホイトちゃんでプレイすることによってホイトちゃんでプレイすることによって上げていくと。新アイドルね。めっちゃ寝てたわ。一番いい時間に、人生の一番いい時間、だいたい8時ぐらいから2時ぐらいまで爆睡。これシャア切れないよね。下手なんだよね。絶対いらないのに、絶対いらないのに取っておいてしまう。あ、でも頭として 1,2,4 シャーがこの世から消え去った。じゃあもう超絶安牌として取っとこう。頭はもうパーソーでなんとかなりそうだしな。キューピン、いらないねー。チーピン欲しいね。代わりに、うわ、ヨーロッパが、西ヨーロッパが完成してしまっている。うわー、パーソーが集まり続けてきてる。234、うん、チーピン欲しいな。チーピンとこの間に挟まる、何これ、統一が、もう統一マージャンで、これでな、だいたいウーピンとか組んだよな、ウーマンとか組んだよな。ミスったわ。統一麻雀になっちゃった。体がヤンピオンいらない。見て、場を見て、出そうな牌を集めていく。統一集めるのやめてほしい。暗冠でしょ、もちろん、もちろん暗冠。ドラ切っちゃった。麻雀でランク上げようなんてしてもイライラするだけ。しません。俺はあまりにも一度も怒りという感情を覚えたことがないので、人生において。こういう時のためにシャアを取っておいたわけ。俺はうん、困ったね。押す。うわ、ドラさんだ、強。うわー、崩すかないので、まあ、キューピンも一応筋理論。ん、ポン、あぶね。マンズワンちゃん怖いもんね。だとしたらうますぎるよ。あ、全然違った。初でドラさん。振り込みたくねー。ローピン切っちゃった。怖えー。振り込まないのが7割のゲームって。体が求める。うん、体求めちゃダメだった。やめよ、体求めるの。体求めると大体いいことないわ。体が求めたときって危険信号なんだなって。あ、こっからここから。まだトン一曲だし。親？親だ気がする、この人。わあ、親に振り込んじゃった。ピュー。まあ、こっからこっから。勝ちますんで。まあ、最初にね、俺は基本的にその、相手に、ハンディとしてね、振り込んであげるっていう。ここまでで、振り込めるときに振り込んでおけよっていう、やつ。
うわ、やば。上がれるときに上がっておけよっていう、あの街道戦みたいな、夢島組と推薦組のメジャーでの夢島組と推薦組の戦いみたいな感じだよね。しかも高いし、確かに面前でいきます。もうやめます。ポンニャ、ポンニャか。ダブトンだ、いやだね。ローマン、うわー、もうすぐ統一が、ね、統一ってどうやったら揃わなくなるの。2,3,4,6,8 チーマン欲しいね。欲しいか崩すか。おー、統一ね。統一がな、統一がな。チートに狙えるほどでもないしな。2万切っちゃってるし、これチドイツだったじゃん。最速で最短でまっすぐに一直線に行ってれば。あー、3,4,5,4,5,6 ありだね。あ、間違えた間違えた、あ、間違えた、キルホー間違えた。もうこんなんじゃ一生上がれないよ。キルホー間違えた。一生上がれねえよ。許してよ。普通切らないじゃん。ロンニャトンダブトンドラ猫、トンダブトンドラ猫は強いな。やばい、主人公は。でも私の主人公は私だから、なんとかするわ俺が。そうそう、ジャンシー星さん言った、言ってない。お、染めます、鬼染め。まだそんなやってないんじゃないか。あれ、大谷実って前戦ったことない？気のせいかな。え、なんか毎回会う人が同じな気がするんだけど、なんか名前見た覚えがある。大谷実いたよね。なんかジャンタマってもしかして人少ない？こんなに、まあ、この時間にやってる人が少ないっていうのはあるかもしれない。おい、鎮逸チートイズあるぞ。時間が時間だからっていうのはありそう。この時間にやってる人間で毎回マッチングしてるっていうのはもうマブじゃん。じゃあマブ立ち、メッセージ送るべ。おお、いいね。2,1,2,3,5,5,8,8 なんともいねえな。まあでも頭はあるから、あとはうまいことやっていけば、うまいことやっていくしかない。でもイーペーコーじゃねえや、イーペーコーか。ローピン、あー何それ、そうなる、そうなるか。2万切れねえな。まあいいや、きっと人に興味ない川口が対戦相手なんか覚えると。確かになんか覚えてたわ、言った気がする、大谷実ってリーチです。うわー、まあいいんじゃない、振り込め振り込め。楽しげな BGM が、この BGM でね、ノクチルコラボっていうぐらいだからね、欲しかったよね、いつだって僕らはが流れるみたいな。ロンデスは、ロンデスはでしたか。まあ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 、まあ、できればね一番から奪ってほしかった気持ちはあるが、高いね、高めが
はびこっているね。さあ、俺の親が来ました。これは気合と根性で覚えます。あ、覚えますよね。上がります。上がれなそう。上がれなそうだね。音楽は権利関係があるのか。まあ、それはそうだろうな。作曲者とかの問題もあるだろうしな。上がれなそうな気がするね。気合で上がるわ。トーンは、まあ、持っといかなくてもいいか。789135。お、1345。いいね。あ、悪くない。すごい。急に良くなってきた。あとはこの37がなんかとりあえず両面にしたい。あー、なるほどね。ポン。あ、ポンされた。やだー。やだー。まあ、あれで上がられなかっただけ。なんなら単野をね。なんなら単野をあり。ロストでも来てくれればね。なに、やばい。ここでまず上がらないと話が変わってくる。上がれればいい話、上がらなければ悪い話になってくると。いい話と悪い話がある。どっちから聞きたい、言いたいよね。なかなかそんな状況ないよね。いや、これ食っちゃってもよかったかな。今泣いて食っちゃうって。いや、でも食っちゃうのダメだな。さすがに面前相当それは切羽詰まった状況すぎ。ただ進まねえんだよな。おい、チュン。なあ。パーマン、C、パーマン短期でもいい。なんならここくっつけてパーマン短期。おい、3万切った途端に来るよね。ねえ、3万切った途端に、俺じゃあ今さ、9万切っとけばよかったじゃんってなるじゃんね。最悪。これ、チーじゃダメなんだよな。うわぁ、もう差し子で上がってた。ぐわぁ、ぐわぁ、これは苦しい。上がれない。もう、悪い方にしか行かない。ローマン。パーマンもいっぱい出ちゃってるから。ローマンに切り替えるしかない。ローマン短期。嘘？やっぱオールスターあるぞ。スッチーマンは、スッチーピンはどこ行っちゃったの？あ、チーピンもスーピンも結構出ている。あ、でかい。でかすぎ。チー。でかすぎる。頼む。スッチーピン、結構出ている。出やすい。みんな切りやすいでしょ。ただ俺がスッチ上がれない。スッチ上がれないんだよな。ただ俺が結構切っちゃってる。俺がピンズあんま切ってないっていうのが、もっとピンズ切るとき切っときたかったよね。リアンピンじゃないね。いや、でもそこでピンズ切ってくるってことは押してるってことでしょ。リアンピン。やめろ。ロン。だあ。一応来福ってね。なんだよー。ちゃんとーもう上がれないねー。悪くない、強いんだけどねー。なんとかこぎつけたのになー。ちょっと時間かかりすぎたな。こぎつけるまでに。22442556677トンナンパク。悪くない。いいね、スワンコ狙います。せっかくだし。めちゃめちゃお米食ったわ。あ、イーペーコンもあるじゃん。2合食べた。2合炊いて2合食べた。で、肉も 400g ぐらい食べた。夜ご飯さっきもう来て、あまりにも食べすぎ。
4567いいね。みんなドラ切るの早いね。やっぱドラを大切にしすぎてるから動きが遅くなったりとかもあんのかな。おい、リャンペイコンあります。先生、自分リャンペイコンいいっすか。伝説のしゃぶ用で野菜たくさん食ってきた。えらいね。俺しゃぶ用とかで野菜食うとしたらあれなんだよな、大体ネギだけ、長ネギしか食わない。はいや。なんでそんな早くさテンパってんの。俺も上がりたいよ。55577南北7923パー355577。なんとも言えないな。裏課金かな。わかりやすいよね。だってさ、完全に課金様にさぶち込まれてるわけじゃん。一人だけさ、このチンポニアちゃんになってるってことはさ、つまり裏課金ってことなんだよね。3455577。そんな分かりやすいことしないでほしい。うわ、スーあんこだ。頭がなくなっちゃうって。パッソ。あー、パッソか。パッソか。いや、パッソいらねえな。パッソいらなかったわ。お、スーあんこ。強い。これは強い。シンプルに。これ完全に課金パワーです。一発が欲しかったな。さすがにそろそろね、本気、あのトンプ戦、トンはまあ、え、取れた。もったいない。川口はトーン遊ぶからね。ナンバに入ってからが本番。しかも1番から取れたのでかいね。これ差が埋まる。裏ドラス、あれ3個じゃないの俺。え、あ、3個じゃねえわ。345だ。あ、そっか。そっかそっか。345で作ってたわ、これ。3個だと思ってた。でも裏ドラがなんかいっぱい乗ったから。まあよし。許す。1234。234の3色がワンチャン。え、これ強いぞ。流れ来た。678。これ E ピンと9万切って234の3色を狙うのはめちゃくちゃあり。123でもいいな。でもイーソーちょっと弱いな。あ、ダブなんだ、もったいね。あ、まあいいや、無理だったってことで、ね、取っとくだけ損。いいな、自配いっぱい来てて。9万かぶっちゃったか。切りたかったんだけどな。まあ頭にするか。タンヤオにはいかない、いけなそうだな。じゃあ、はあ。なんかおかしくない。ドラ猫早すぎじゃない。さっきからテンパイがこのニャンドラ猫がちょっとね、岩を覚えるよね、これはね。いくらなんでも。それが連続してるっていうのが、おかしな話だよな。
しかも親のタイミングでね。ちょっと変だな。本日の主役、完全に主役、総取り、総なめ、アカデミー賞総なめ。リーチにゃ。わマジ？それは嘘じゃん。え、なんか通信が不安定だな。それはさすがに嘘だって。わかりやすすぎるって。あー、まあ、わかんないな、この速さのリーチは。さすがに これはねやばい。いや、マジ？しかもなんでドラが2個もあるの？ドラ猫、ドラ猫。にゃんふ。あ、飛んでない？あ、ギリギリ飛んでない。いや、ちょっとおかしいね、これはね。やってるよね。まだ間に合うか。難1曲だし。貯めてからの腹立つわ。貯めろんなのかどうかわかんないけど、普通にラグもなんか今、ね、回線速度あんまり調子よくないみたいだから。まあ悪くないけど、こんなんじゃな、まあ、とりあえず親を下ろすか。で、俺が高得点の親連打するしかないもんな。678456。シャボだかな。まずまず。スピードシャボ。パン屋を。俺もスピード。対決。とりあえず、左の人から取りたい。ん？シャボ？シャボか。わあ、もったいねえ、それ。超もったいない、それ。惜しかった。でも引っ掛けか。運送の筋引っ掛けでワンチャン。でパーマンも今ウーマン切ったから筋で引っ掛けられるね。悪くない。リズムピンプ履いてあり。一応もし筋の理論で切ってくれるのであれば引っ掛けることも可能。ただ全然出してくんない。シャボはな、持たれてたらもう終わりだからな。やっぱそんな簡単に持たれてるってこともないでしょ。迷っているね。いや、パースを切るってことは筋の理論で切ったってことだな、多分。切られます、これ。そう遠くない。未来、おのずと。出た。大谷実から取っちゃったか。悪いな、実。リーチ、タンヤ、裏ドラ。まあ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 。この流れで俺が親になると。初めて子を持つ経験をするわけよ。こうやって。親っていうのはね、親にならないと分かんないから。親の気持ちっていうのは。ただちょっと弱そうっていう問題はある。666792466919。うん、苦しいね。ちょっち苦しいか？可能性はあるか？まあ泣いていくか。ゴリゴリなんとか弾けねえかな。なんとか何をなんとかなんとか弾けないかな。ウーピン？いらないね。え、みんなトンのドライ切るんだ、もったいねえ。まあ意味ねえか、なんだしトンだし。ドラって簡単にねパワー上げられる力持ってるのにね、みんな容赦なく切るよね。
ローピン。うわあ、2号な。俺親なんだからここで絶対に上がらなきゃいけない。マジで。あーもう大変なことになってる。もう泣いて泣いて泣いてセニョリータ作戦を出すしかない。あもうキューピンないじゃん。じゃあキューピン頭か確実に。おりゃんま、もったいねえ。チートにもあったな。リャンマン切んなければ。お、ローマン来た。熱い。チートイツ川口と思わせておいて、トイトイ川口かな。できれば。三品。これポンだな。どれ待ち？あ、役がない。これじゃ役がない。ダメダメ。あ、これポンじゃダメじゃん。俺ミスった。これポンじゃないわ。まあいっか。ポン。やばい、なんかイケイケだ。こいつらをくっつけなきゃいけないのか。そう、キューピンがもうないから。きちぇ！ミスった。泣きミス。これじゃあキューピンをどうにかすればいいのか。タイヤを食いたになるからか。なるから、キューピンをどうにかする。それがまあ、くっついたらワンチャン。おい、なんでこの端っこばっかり集まるの？3万。今な、切られたばっかなんだよな。ちいな。こいつらが来てないからワンチャンこいつらを積もれば。なんで振り手なの？ああ、これで、上がれないからね。でかすぎ、それ。マジ。待ってた甲斐があった。ドラ、バグドラ、バグドラ。あ、惜しい。てか3品やばくない？あと1枚ってこと？あと1枚じゃん。3品あと1枚かよ。流れはいい。あと1枚の3品切られるのか？流れるんだったら流れるでいいんだが。ワンチャン。想像切りたくないね。この右の人がなんかやばそうだから。切りたくないって言ったじゃん。あぶね。怖かった、今のラグ。流れろ、流れろ。いいよ、流れれば。それが3品切ろう。まあ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 。ああ、めっちゃテンパってるわ。あ、3品待ちなんだ、みんな。この人が持ってるか、あの、謎のここに隠れてるか、どっちかか。さ、シャアが2枚という絶望的な状態。1、2、4、5、8、2、4、8。で、パーマンはドラ。2、3、4。このパーマンはどうにかしたいね。いや、悪くないんだよな。悪くはない。悪くはない。すごく。良くもない。ちなみに。すっそう。勝ちたい。今親の流れがな、親が流れなかったのでかすぎるから、なんとかしてこぎつけたい勝利。西ヨーロッパが揃いそう。まずい。クーちゃん来ちゃったね。もったいないね。いやー、嫌な地位。俺も全然クイタンとかで上がりたいんだけどな。上がらせてくんねえか。2、3、4。パーマン切っとくか。危ないか。今ね、得点じゃないもんな。今の俺がやるべきことは上がること。今俺がやるべきことは上がることだから得点ではない。おっとっと、それはでかいな。
切ったら積もる。そうなんだよね、切ったら積もるんだよね。結局このあたりでチーマンとか引くんだよな。よよ、一発一発振り込め。1234455、悪くない。俺も近づいてる。よい、3、なんとかあるよ。3色同刻。ここで3ピンかよ。2ピン切っちゃってんじゃん俺、バカ。もういつも思う、俺バカだよって。崩すしかないこれ、結局のところ。数ピンが通るという、逆に考えろ。数ピンが通るんだって。2、3、4、5、6。頭がねえわ。ねえ、どうしよう。みんな。頭がない。どっか行っちゃった、頭が。俺の。リーチ。リーチ？何してんの？俺の親のある、親である俺を差し置いて。よし！うますぎ。もう気持ちで。気持ちで引き寄せた完全なる気持ち引き寄せ。今のはでかすぎ。まだあるよ。今の完全に気持ちで引き寄せたね。あるある。ただまたハイパイは良くない。ハイパイがずっと良くない。まあ1、2、3、6、7、あ、そんな悪くないわ。言うて悪くはない。ドラあるしね。あ、しかもでかい。第三ゲームも見えてきた。第三元チャンス。もったいな。3万2枚切った。いいね、いいね。ローマン、あー、いいね。第三元チャンス。俺、第三元チャンスがなくなるまでは可能性の芽を摘みたくない。俺は求めるよ、第三元という。もうないわ。やめます。第三元チャンスやめます。いらないね。まあ、頭。あ、イペコンもあるじゃん。どうするのこれ。イペコンもあるじゃん。白は切れないじゃん。すまんか。ここだったかな。わかんないな。イペコ好きだからさ。ここくっついたら何切る？ローマン7万？イーペコンなくなりました皆さん。残念ながら。すごいスピードで。泣くこと考えたらそれはイーペコンなくなるわ。無理にイーペコンで頑張る必要なかった。おっとっと。じゃあこれ3ピン切って、それよくわからん。チーです。うわ、チーされるぐらいだったら完成よかった。チーとカンってどっちが優勢？頭できてる。両面両面だもん。いいシャンテン。両面両面なんでこれ上がりたいですね。なんなら勇気の4万ポン、4万ポンでもいいけどね、もし出たら。おい、ここに来て想像が固まってきた。噛んでバリキャップ。そうだよな、あったよな、その可能性も。噛んでバリキャップでもよかった。そいつはワンチャンはまあないか。おい、ちょっと調子悪いな。どうした？俺だけ3行目に行っちゃってるしな。みんなまだ2行目なのに気まずいな。これもし4万なで泣けるようであれば3万を容赦なく切っていくっていう作戦も、まあ、なきにしも。リーチにはだるすぎるにゃ。
なんでシノなのにゃ。俺とかでもよくないかにゃ。ぐえ怖い。大谷？大谷翔平？あぶね。あ、まあまあ。いやー、テンパイはしたいな、せめて。せめてテンパイはしたいけど、今3万切れるかって言われたら。いいよ。うまん。きれい。流れるかな。いいよ。それガンですわ。何してんの、怖。まあ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 。まあ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 。危ない危ない。危ない危ない。怖い怖い。まだ手続いてる親は。ただ大谷みのりが飛んじゃいそうで怖いな。みのりんごが飛んじゃうとちょっと。みのりんご飛ばしちゃうとちょっとまずいので。飛ばないように。気をつけながら戦っていかないといけない。だからできればやっぱり一番の人から奪いたいよね。ミノリンゴからはあんまりもらわないようにしたい気持ちではある。789うまく切っちゃえ。揃えること優先。789の3色がワンチャンあるな。チーピンとか切ってくんねえかな。シノ。急走でもいいけど。スーソー。これね、早めに切っとく。くっつきもしなそうだし。とか言って次のターン、ウーソー引くんだよな。ポンでもいいけど、ちょっと違う。うわ、ウーマン切ったのに。3色って泣きあり、ありのはず。あ、今キューピンポンでもよかったな。キューピンポンだったらもう、うわ、テンパイだったか。いや、やだな、という面のリーチ。3色狙う？あぶね。CP1 枚いなくなったか。あー、まあまあまあよかった。現物で3色でしょ。789の3色。あるよ、流れ来てる、マジで。 CP 出ろ。チーピン出ねえかな。ピンつきたいんだよね。うわー、ツモはダメー俺親なのに。ツモはダメだよ。ちょっと高いよ。せっかく積み上げてきたポイントが。ちょっとミノル頑張れ。一回ミノルがこっから2万点ぐらい引き出せば。今貯金だから結局マージャンって。ミノルがこのシノから2万点ぐらい引き出せばなんとかなるから、頼むミノル。奇跡の2万点引き下ろし。貯金を解放しろ。ミノルの超貯金解放。進めば割といい勝負になるんでないかっていう可能性もなきにしも。西ロッパ、西ヨーロッパが今、西ヨーロッパで来てます。西ヨーロッパって言うけどさ、西でさ、2と4が対応してんのにさ、その後に4が来るせいでさ、ややこしいんだよね。西で2と4が対応してる感あるのに、西ヨーロッパで4が2回来ちゃってる感あるんだよね。西が多分2対応で、ヨーが4対応で、ロが6対応で、パが8対応なんだろうけど、西ヨーロッパのせいで244468って気がしない？ずっと思ってた。思うよね。
キモいよね。だからなんか イペコにしたいな。お、できた。目から鱗、ボロン。これでどうしたらいいの俺は。ここくっつけるじゃん。まずチーピー引くじゃん。頭がないのか今んとこ。まあ、ここがあるけど、両面。染めワンチャン。いや、チン狙う？イーピンは？これチンだな。ごめんみんな、これチンです。普通にチン。イーペコとか言ってらんない。がっつりチン。泣きチン。でもな、泣きチンだとな、ミノルがやばい。ミノルが心配、俺。なんでリーチすんの、ここで。空気読んでよ。ペペペペケポンポンペペペペケポン。もう、ツモはダメだって。ツモ面白くないな、マージャンで。大谷、親なのにかわいそう。俺もかわいそう。負けて。天下無双にゃ。ずっとジャンシのまた真ん中。ジャンシの真ん中の真ん中。ちょっと調子悪いな。いやー、あのさっき調子良かったタイミングでな、高めで上がれなかったら痛いな。連続してなんとか耐えてた時に、耐えて耐えて耐えて最終的に高いのでドカン。やっぱ一回引き離されちゃうとね、追いつくの大変になっちゃうからね。やっぱ振り込まないことが大切。もう絶対に振り込まない。マジで。うわぁ、すごい。超課金サバにぶち込まれちまった。スペシャル課金サバ。逆に恥ずかしいわ。俺が小糸ちゃん。覚醒前の小糸ちゃんだから。覚醒させるために頑張ってる最中なのに振り込まない練習無理じゃない。でも振り込むでしょ。オレオレ詐欺です。だってやってること実質振り込まざるを得ない状況が作られてると言っても過言ではない。リャンゾー大切にしたいね。子供の頃にもらった肩たたき券ぐらい。小さい頃に親が、あ、子供にが親にプレゼントした肩たたき券ぐらい大切にしたい。結構小糸多くない？マジ？みんな小糸ちゃん好きなのかな？可愛いもんね。こういう灰の切り方もキモいんだわ。後追いリーチされて俺が振り込むのが一番ムカつく。本当だよね。めっちゃよくある。でもそれ役満出したいね俺。これあれにしてるから、アプリ版に切り替えたから役満出して演出見たい。グオーって。なんか進まねえなあ。悪くはないんだけどなあ。もう誰かしらテンパっててもおかしくないぐらいの気持ちで。おっと、自分切りたかったな。ペー自分で揃えちゃったか。三蔵地位はない。ないない、地位はない。あー、なるほどね。イーペーコか。はい、発射されるやつ。死ぬほどあれだ。カタ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 ピューン。はいに、はいが自我を持ってどこかに飛んでいってしまったかな。頭がないんだよねこれ。イーペーコだ。こういう時に俺がイーペーコを狙いに行くのが良くないよね絶対。多分
絶対今イーペイコじゃないもんね。あ無理だ終わり。振り込まない練習といえど、じゃあペイを切るか一旦。あー嘘だったか。俺の親じゃん。リーチ一発取らないでよ。俺の親勝負に行く手じゃない。そうだね、あんま強くないしね。次時間に麻雀やってやがる。やるでしょそりゃ。朝の4時に麻雀も。今俺の麻雀ネタ高いから。チンかな。麻雀で強くならないと俺は友達に勝てないんだ。友達がジャンゴーに行っちゃったから。ジャンゴーの友達に勝つには愚者なき鎮逸やるわ。あとは全部ピンズを集めてきて愚者なき鎮逸。失敗したかも。タンヤオ食いタン。一曲目親嫌な。まあ俺はラス親が好きかな。食いタン先天。いや食いタン先天。食いタン先天で行くなら心地いい。食いタンで先天行きます。伝説の。なあ青には悪いことするけど伝説の食いたん先天。超シャボ。伝説の食いたん先天で超シャボ。よし濃いマージャンしていく。しっかり濃いマージャンしていく。泣いたらいい班下がるはずなのにさ、だるい泣いたらいい班下がるはずなのにさ、単葉だけ許されてんの、ムカつかない？これも泣いてセニョリータ作戦いきます。あ、シャーもったいね。一発目切るのシャーじゃなかったな。シャーだって自分のあれだったもんな。右の人切れてる。切れさすとき切れさす。麻雀なんかね、あの冷静じゃなくなったやつが一番弱いんだから。麻雀は冷静じゃなくなったときが一番弱くなる。俺が自分でいつもやってて思う。頭に血が昇った麻雀師ほど弱いものはいないから。まあ食いたんありなしは分かれるよ。そうか、世の中によっては食いたんなしっていうパターンもあるのか。ワンチャン本一もあるな。これ本一だな。いや吐くのみ先天。でもね、そういうことしてるとね、あの人を怒らせる麻雀してるとね、自分に回ってくんだよね。いずれ自分に回ってくるっていうパターンもあるから、あんまり良くない。やっていいことと悪いことってのはある。まあ大三元はない。うわリーチ一発消された。6球走6球満、まあ出るでしょ。ドゴーン。ドラゴンマージャン。俺のビッグドラゴン3。大三元かなんかの英語英名出すわ。いずれな。マンズどこ行っちゃったの。俺が来てないからみんな怖いか。マンズ9万とかいらないじゃん。切ろうよ。みんな普段はすぐ9万切るじゃん。今日に限ってどうしたの。さっき食いたんで上がってんだから、食いたんで上がってるやつの手なんて怖くないでしょ。押し込め押し込め。
なんかこういう時にさ、つもぎりのタイミングでさ、マンズとかが来てくれないのすげえ嫌じゃ、嫌じゃない？マンズで染めてる感すごくない？全然マンズ切れるのに俺。こういうつもぎりのタイミングでマンズが全然来ないのすげえ怪しいからやめてほしいんだけど。染めてる感すごくなっちゃう。皮が。染めてないのに。ぐしゃぐしゃなのに。具形も具形。吐くのみ。にもかかわらず。ほら、みんなマンズを溜め込んじゃってるじゃん。あつも。簡単。ポイーン。いつだって僕らは精一杯、僕らは。強いね、リーズも。感謝。マンズが消し飛んでたね、盤面から。早いね、スピード。もうトン4曲。2、3、3、4、5、2、3、3、4、5、7、4、4、5、6、8、9。強い。いいハイパイだ。3、4、5、6。これ9、チーソー来てくれればめちゃくちゃでかいな。チーマンじゃないんだよな。チーソーなんだよな。読み上げないと数字わかんないのかと思った。まあ結構そんな感じはある。割とそういう、その気はあるよ。読み上げないとわからない。いいシャンテン。何があるかを指差し確認していかないと。自分ができることを。面前がいいよ。わあ、チーピンが3つ揃っちゃうか。じゃあこうか。あ、でも頭がないな。何これ、リーチツモタンヤオ一発で裏ドラ8。パンパン C。 いやこれ C してもいい気もするな。C。 ん？ C しちゃダメじゃない？なんか俺間違えたかも。なんか俺間違えたかも。なんか間違えた、みんな俺。泣くのは早かったかも。あ、でも言って間違いではないか。え、それポンしたら俺頭なくなるもんね。何これ、トイトイ、トイトイか。じゃあ何で待ってるか分かんないから適当に切ろう。トイトイだったら何で待ってるか分かんねえんだからさ、適当に切るべきだよね。まあ一応3ピンが激烈安牌になってはいる。もう右の人もちょっと怖いな。もう準備万端って感じ。あ、3万切れたんだ。2万切ってるから振り点変えればいい。振り点じゃなくすればいい。気づかない方がいいよ。じゃなくすればいいから。振り点をじゃなくする。なん？クイタンドラ。いいね、刻んでいくね。今日の川口麻雀は威力じゃなくて刻みに変更しました。ドラじゃん。これ光ってないタイミングで切っちゃうからやめてほしい。本当に常に虹色に光り輝いてほしい。俺はドラだったらペーでも大切にする派なんだから。気づかなかった、もったいないことした。
56788。いいね。泣くよ。あ、ない、泣かないな。安い価格じゃね、見とうなかった。そうだな。で、こっから切り替えるから。面前一択。面前王と呼んでいただいても差し支えはない。このウーピンのダブリね、統一が集まってくる。おい、統一が体を駆け巡る。タイヤマカドラ1で逃げよう。統一が体を駆け巡るんだから、どうしたらいい、これ C トイツ行くか、出すか、うん、伝説の存在 C トイツ川口。そしたらタイヤを C トイツが良かった。いけてた1タイヤを C トイツがいいな。急走ワンチャン、いや急走切らねえな。もうさすがに1トイツを崩してチートタイヤに目指すっていう。パッソパーマン、どっちが出づらそう。なんとなく気持ちでパーマン。くっつかねえかな。おっ、あれ、あ、そっか、それじゃダメなんだ。お前じゃダメだよ。8の方が安い。どっちも8です。今、うわ、やった、チートイツ転売だと思ったけど、これじゃダメなんだ。意味ない。くぅ。俺はもうチートイのことしか考えてないから。チートイにします。妻。ああ、親なのに。ジュン。あ、じゃあいいや。じゃあいい。いよいよ。流れを変えるためにな。悪くない。悪くない麻雀。337334584南北白。悪くない。チートしか考えてない。なんでウーピン3つ持つんだ。え、チート以外も考えてるからだよ。数アンコもね、しっかり。チート見るときは数アンコも見るから。結局ね。チートの隣、あの、親族だから。いとこ、スーアンコは。34793344、うん、なかなか。どうして、あー、またチートに、また統一が集まり始めてきた。俺の体を駆け巡り始めてきた。すぐ統一が集まり始める。統一ってどうしたらいいの、みんな教えて。麻雀の強い人たちは統一をどうするの、ほぐす統一は。こいつが集まりてしまったら、こいつ儀式が行われちゃうからな。俺のチートイツ川口になってしまう。トイツが集まって儀式を行い始める。俺の体の中のチートイツ川口を呼び出す儀式が。やめてほしい。445とかだから弱いトイツじゃないからいいでしょ。いや、445だったらいいけどさ、もっと他にもいろいろあるじゃん。困った困ったトイツ。あー、でもドラがあるんだったらドイツはもう封印。泣きやすいから残す。なるほど。3459走いらない。リーチ、コイトちゃんリーチだ。コイトちゃんリーチは切れる牌がないので俺の負け。初あった。ポン、嬉しいよね。あの積もって現物来た時の嬉しさすごくない？麻雀。相手がリーチしてさ、自分のツモハイが現物だった時の喜び。で、それで別の黙ってんのやつに振り込んだ時の悲しみ。どちらもある。お。234345いいね。ポン、今両面で
悪くない形。いや、ポンだったかな。いや、でも、ポンだと押しちゃうもんな。俺が今ポンしたら、押しちゃうよな。あ、もうわかんなくなっちゃった。無理だ。リーチになっちゃった。どうしようか。あー、怖いね。サブローマン、サブロッソー、トイメンやばい。うわー、それまずいよ。竜言いそうだ。あ、違う、危なかった。竜言いそうじゃなかった。ドラさん、初ドラさん、いい、満願、やばい、一気に駆け上がってきた。目むしり小内が VTuber かな。俺も悪くなかったんだけどな。なんでこんなことに。サクッと上がって勝ちたいよ。強い。頭がないけど、まあハッツが最悪頭ってことでもいいか。スピードマージャン、数アンコあります。でも泣きます。ないので、数アンコは頭がないよ。頭がワンちゃん頭、まあイーマンとかでいいか。待つのは泣かして、泣かして、すっちーそう、すっちーそう。わ、それちょっと両面両面になる。あ、これ両面両面のがまだいいか。頭になるもんね。両面両面の形でウーマンを頭にした方が可能性は広がるかね。うまい。うわー、三面ちゃん、なんで、なんで、あ、6頭でもってことか。テンパってないふりするわ。6頭のパターンもあるし、456のパターンもあるしってことね。いろんなパターンがあるね。やばい、こいつちゃんがリーチ来た。振り込んじゃう。俺今の俺は振り込んじゃうからダメ。こいつちゃん、今の俺は振り込んじゃう。体、うー、でも筋筋ダブロンしよう。こいつちゃん、こいつちゃんダブロン。なんでみんなそんなにテンパってんの。振り込んじゃうって。一発、うわー、まあまあまあ、あ、抜かれちゃったじゃん。最悪で、親でしょ。うわーうわーうわー、やめて。いや、そんな止めて。あー、抜かれちゃった。1位だったのに。エッグ、もうエッグに勝つわ俺マジで。ラストオーラスでエッグいの来い。エグくねー、エグくねーよ。ポン、えぐくねえってばさ。このペイとかどうしようもないよ。後半に固まってんな。後半に寄ってる。名前くさ。レック。789。678999。悪くないよ。とりあえずエッグから。1万点奪えば俺の勝ち。いや、1万点も奪わなくていいのか。5000点ぐらい、5、6000点奪えれば俺の勝ちだ。さっきから左側が強い。確かにやってるよね、俺の左側強くしてるよね。あ、ダメなんだった、もったいない。取ってきよう。これ数万欲しいね、できることなら。まあ、サクッと上がって
2位保持っていうパターンもありだけどね。泣いて泣いて泣いて2位保持、面白くねえな、そんなんな。やってる以上、配信で麻雀してる以上は2位保持で上がるなんて、エーペックスでハイドしてポイントもるみたいな同じ理屈だもんな。ジお、いいね。C5678910 いいね。あとはこ 4数じゃねえ、数万が欲しくない？ポポン、いやもうテンパっててもおかしくねえな。数万が欲しい。いなくなっちゃったかな。ドラだからやっぱりみんな大切に、使いやすいもんな、数万のドラは。とっと、いや一通が見えてきたな。これ3ピンで一通か、3ピンは世の中には出回ってないね今のところ。まだ、これあるぞ、まくり上げ。なーにしてんのー、コイトちゃん。初ドラ、なにそれ、2位にもなれないじゃん。ねえやめようよ、そういう麻雀するの。2位にもなれないんだったら上がる必要ないじゃん。どうせ負けて、もうなんなら4位じゃん。強かったのに。リーチドラさん一通、返せ俺のリーチドラさん一通。もうビビんなって、勝て、諦めなきゃいけただろう。諦めるのよくないよ、なんかもっとさ作戦点とかするから。その回か今の、俺に対する報復か。確かにそれは俺が悪かった、許してほしい。まあ過去の過ちは許してほしいで許してもらえることじゃないからな、自分の行動で示すしかない。ああいうやつが雀士止まりだから放っとこう。俺か、さては。しかもなんか集まんないし、壊れちゃった俺のジャン玉。今日ヒロアカの最終巻がさ、販売され発売日なのよ。で買ってさ読もうかなと思ってたんだけどさ、俺3冊ぐらいヒロアカ買ってなかったからさ、全然読めなかった。でなんならあのご飯作りながら漫画読めなかった、何もできなかった。早く読みたい、配信なんかしてる場合じゃない、朝よ5時に。うわなんだ、エッチな女がいる、びっくりしたよ。こいつちゃんがこんなエッチな女が目の前にいたら、早くチャンスから抜けたいな。でめちゃめちゃその麻雀のルールを理解してる人たちに俺のぐしゃぐしゃぐしゃぐちゃぐちゃ麻雀をみんなに教え込みたい、困惑してほしい。ウォッチパが生きてたらヒロアカアニメ全部見るわけできたのに、見ないよ、すごい量あるでしょ。だって麻雀ゲーム開いたらケツドアップぐらいじゃないの。そうだよな、あ統一がまた集まり始めている。
4万欲しいな。4万来たらチートイつけんないだな。ペイ、今のペイとか取っといてね。残り1枚のペイでチートイツ最後の1枚みたいな。嫌な、好きだから俺。頼むよ。連勝したいよ。イーソいらないね。わ、イーソ切ってなければな。もったいない。気持ちするの楽しいよな。相手がどういう感情でブチ切れてんのか気になるもんね。ウーピンか。悪くないね。3、4、5、ポイントがいらないね。数万がいらねえんだよな。あと不要なものは残しておいても無駄になるだけでしたよ。無駄になそうなの。無駄になるのこれ。不要なものをさ必要にするのがさ俺たち雀士のあり方なんじゃねえのか。そう思わねえかみんな。タンヤオ、ジャンシとしてまだまだだね。いいペコもあるわ。あ、不要なものになってきた。どんどん不要なものになってきた。こいつがどうしよう。みんなあまりにも不要。リーチね。うわ、しかもじゃあもう切れないよねえ。リーチ杯の両隣は危ないって言われてるんだから二度と切れなくなっちゃった。ないし、あえてウーピンとか。よし、奇跡起こした。気合と根性で。うわ、じゃあ切るよそれいらないんだったら切るよ。怖かったから切らなかったのに。え、6万もいける。数万とウーマン切っててローマンいけないこと。わあ、マジ。うわー、切るんじゃなかった。折ります。バカ折り、ドラゴンバカ折りします。やり合ってください。2人で揉めてください。キューピーいける？ラン？よし、俺親じゃん。気づかなかった。リャンペーコ出た。うひゃ出た。100万よりも伝説リャンペーコ。これホリクロ切断してもおかしくないぞ。俺ならするね。一曲目で1万8000点は、さすがに切断案件。諦めてねえみたいだな。ホリクロの目はまだ。あ、そんなことなかった。あ、帰ってきた。どっち？一瞬イライラして切ったけど、冷静になって帰ってきたわ。ホリクロが。よかった。一瞬イライラして切断したけど、いや、やっぱりまだ諦めなければ可能性はあるよなって帰ってきた。えらい、ホリクロ。俺もいつもリャンペイコを目指してるのにな、いけねえからな。トンプー戦なら切ってた。そうだよね、別に同じことすればいいだけだけどね。主人公ムーブかっこいいね。同じことすればいいだけだから。だって白大蛇にできてさ、ホリクロにできないはずないじゃん。そして俺たちもできるってこと。ただ唯一怖いのがホリクロが飛んじゃうこと。それがちょっと怖い。いいね。789789。え？白大蛇何それ、どういうこと。変なの。白オロチから白大蛇か、どっちか。白大蛇でしょ。
白大蛇の可能性もあるけど、少なからず。チーピンいらない。もうなんなら白大蛇テンパっててもおかしくないわね。いやでも違うか、トイトイか。ただあ、それかなんだっけ、ちゃんたなんだっけ、ちこんなん本郎と。のパティオニアもあるよね。あ、すっごい眠いみんな。どうしよう。寝よっかな。あ、リャンゾー切った瞬間三蔵来る。あ、三蔵は取っててもよかったかな。ワンチャンスーソー引けたら、ウーソーとくっついたから。あ、ウーソー切るんですけど、いずれ。いいペーコー。リャンマン2枚出ちゃってんのか、あと1枚か。俺のいいペーコーチャンスは。不要なものは残しておいても無駄になるだろう。あいつホリクロ、不要なものは残しておいても無駄になる論者だな。ここくっついて早くリャンマン短期で勝ちたい。あー、それじゃダメじゃない ?789。頭がないじゃん。結局頭がない。頭を崩しちゃダメか。麻雀って難しいな。頭って何？麻雀の。誰考えたやつ？頭4万。まあそうだけど、違う、俺はイーペーコが好きだからイーペーコを組みたいわけじゃん、俺ってば。俺ってばイーペーコが好きなわけで、リャンマン短期で待ちたいわけで。ぐえー失敗したー。イペコ失敗。頭4万のイペコ、ただのリーチになっちゃった。あれ、ホリクロ、やっぱり冷静に考えたら無理かなってなったホリクロ冷静に考えたら無理かもって、やっぱり無理かもになっちゃったかも。時間が経って、ん、待てよ、あ、本一か、普通に。じゃあ、イーマン切ってくれる可能性もあるよね。いや、出た！え？違うの？あれ、あのスタンプって積もった時にやるやつじゃないの？うわ、だる。あのスタンプって積もった時に押すスタンプじゃないの？そんな仰々しい、なんて読んだろうそれ、課金称号何ホリクロあ、ロンニャリーチピンフ、安くてよかったね。いや、白大蛇にから本当は奪いたかったけどな。この後白大蛇親か、とりあえず白大蛇の親を速攻下ろしたいんだけど、正直一人麻雀って一人だけあのこのつもぎりマシーンがいると一気に崩壊するから、こうなったらもう流してほしいお、強い。679779。
これサクッと終わらせるわ。ポンニャ来た？何あの人、トリッキーが過ぎない？トリッキーの使い手？うわっはっは速攻終わらせるとか言って、こんなに魅力的なキラキラが。いやマジ、ジャンタマの唯一の懸念点はね、このあれなんだよな、ちょっと危ない、つもぎり切断からのつもぎりマシーンで壊れちゃうことなんだよな、ゲームが。あ、チーマンポンじゃダメじゃん、頭がウーソー短期になっちゃう。あ、でもなんか出しそう。え、ドラがあるから俺泣いたのに。はい、スピードが、スピードでもな、短期だとな、スナイプで1位役が一瞬でも1位になったら切断で流すバケモンが生まれるから ダメ。確かに、わっ、スーソーもう一回来てほしい、頼む。でもトイメンマンズっぽいから、ソメが、わ、だったらこれウーソーでもっと来たかったな、ミスった。いやーやだな、でも想像切れば俺の勝ち。いっすそ、いっすそ、やばい、あ、怖い。いっすそ、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 せめて AI してほしい。やばい、あぶね、もういっつもそれ。なんなの、白大蛇のその本一一直線。いやー、ホリクロからロンすんのは正直心が痛むけどしょうがない。ホリクロが切断してんのが、裸短期多すぎる。白大蛇の得意技ね、本一裸短期。1,2,2,3,5,6,7,8、 逃げたやつに情をかけるな。逃げたやつってか、このうおそれはちょっと魅力的だ。不要なものは残しておいて、もったいね、無駄になるだけでしたよ。無駄じゃないよそれ、これいつもあるんだよな、どうしよっかな。678、なんか分かんなくなっちゃった、やめよう。22355、レンズ使いづらそう。タイヤを食いたん分かんなくなってきちゃった、みんなどうしよう。うーん、食いたんすごいスピードの雑魚食いたん、こんなばっかだな、さっきから。こんなのばっかり。スピード雑魚食いたん、シャボ待ち。終わってるだろ。スピード雑魚食いたん、シャボ待ちは。テンパってないフリー。いいね、白大蛇からの、これ実質2000点ぐらいのパワーがある。1位からの1000点は実質2000点だから俺。じわじわと近づいている。で、ここで流れができた俺に激上がりと。ドラがいっぱいあるだけなんだよ。いや、5667、あ、ここでかい、ここもう二度と壊さない俺は。完璧、好きなし。それね、泣いちょっか。
678違う567でここ、まあ、3万かここでもう上がり俺の勝ち。 C ピンは違うんだ。 C ピンは違う。来られたら困る。泣きすぎじゃない俺泣きすぎ。面前の川口と呼ばれていたのに、あんなに。3万欲しいな。ね、引けるから。あれ3万空想で。あれ待って、これなんで役があるんだ。あれ俺間違えた。あれなんでこれ役があるの。嘘。ちょあコロナの3色か。なるほど俺なんか単葉のつもりでいたわ危ねえ。これリアルマージャンじゃなかだったら俺確実にあのチョンボだったわ。まあでもテンパリーチしてないから別に。あこれで広くなった。4枚4枚でしょ。出そうなもんだけどね4枚4枚は。進んだか降りてるか。4枚4枚出ない。マザイウッパース。あー積もったでかすぎ。しかも高い方だ。いいね。いやこれはあるよマジで。あてかなんなら1位になってる。いいよいいよ。ほらホリクロ。わあ水素きたホリクロ俺を見ろよ。諦めなかった俺を。しかもなんなら100万まで目指してるんだぞ俺は。どうだ見てくれホリクロ俺の勇姿を。お前のお前が目指したものを。トーン。この赤ウソ切るから。なんだあいつって思わせる。そんなに余裕ないんだよな。白大蛇かな。水素は多いけど酷使するんかい。確かに考えてなかった酷使のこと。酷使あったな全然酷使のこと考えたかった今一つも。いや酷使だった1,2,3,4,5,6,7,8,9 酷使だった。なんてことをしてしまったんだ俺は。うわ酷使だったな。大三元もあります。あ、大三元なかったです。小三元までなんかどっかくっついてくれればな。なんかこれどれかしらがあと1個、まあ、チューンはちょっと弱いけど。最悪本一で。いやーなんかなー。まあでも自敗切りづらいかこの状況。俺がこんなことしてたら俺がうわトンもう 出尽くしたか。一番トンが欲しかったんだけどな自分の色だし。あしかもペイ1枚ないんだ。だーマジ
うわーしかもチン振り込んじゃったチンにちょっとマジここで俺チンに振り込むのうげまあ面白くなってきたね面白くなってきたねあんなスピードでチンできんだくちょホリクロが諦めなければさこれ白大社からさもらってさみんなある程度いいバランスでみたいなホリクロが諦めてんだよちょっとこれホリクロが飛んじゃって終わるのが一番面白くない俺のせいじゃないからねだってそうなるとホリクロが飛んじゃってさフィニッシュだとこれ俺のせいじゃないのにさ俺が負けってことになるじゃん今のは俺のせいなんだけど今のは読めないな早かったねスピードチーニャチーニャかとりあえず俺はミポポンタマスに勝たなきゃいけない一旦あ6767かなんか想像のが出づらそうだから想像切るかうん何タンヤオかあ親だからか嫌だね食われちゃうね何これいっそ進まないねああホリクロこれホリクロ飛んじゃうんじゃない下手したらいやホリクロ飛んじゃったドラさんあドラ読んだなんかえぐいことだってあなんだかんだ1位になっちゃったあもうダメだなんだこれなんだこれ面白くないもう美言あまりにも美言どうして？ピー！私を探してたんですか？ジャンシさんが来てたの気づきませんでした。徹夜してたんだ。ダメだよ徹夜したら。点数の知名度ボーナス。順位の知名度ボーナス。順位の知名度ボーナス低。むずいよな。1位がいいのにな俺。点数かな。もう一回行くか。ストイックマージャン。あ、今人少ないんだ。でも、ジャンタマでも170人とかあるんだ。言うて。思ったよりいないな。ジャンタマとて。これ終わったら寝ようかな。寝ながら拾おうか読んでおひなながいるかわいい今日走者なしジャンタマのみ一応裏でシャニソンはちまちまやったけどそれぐらいかなわ西ヨーロッパが完成し、あ、これ完全なの西ヨーロッパ。これ西ヨーロッパとして2、4、4、6、8。これ完全なの西ヨーロッパです。西ヨーロッパのゴンゲ。ポンです。
これが真の西ヨーロッパとなります。刮目せよ。何本不思議パマン、まあ、パマンでパマンではなかったかもしれない。これパンを切ってるせいでさ、俺今後マンズが何か来たとしても切らざるを得ない状況を自分で自ら作り上げてしまっているんだよね。チーマン来ねえかなあ。チーピンか。チーピンでも1枚封印されてんのか。2、あー2か。2、4、4、5、6、8、9、9、9。なんとも言えないな。三蔵とか。うわ、あん、何本してアンカン？マンズの染めってこと？また？さっきのやつの血が流れてるのか？本一、本一のあれか？まずいマンズを切ったらやられる。俺がマンズに弱いことをもしかして気づいたか？対面は。あ、すごい眠い。始めるんじゃなかった。飛んでくれ誰か。一撃。ダブル役満振り込め。俺もワンチャン鎮逸狙うか。狙えねえか。から鎮逸はさすがにきついか。急走があるからな。いや狙う。ソーズそんなに来てないし狙えるだろ。なんとかするわ。で、頭を作ればいいんでしょ？本です。うわぁ、嫌だ。あ、でも確実にマンズだから相手。これパーソーポンでローソー短期と。美しい。ヒューマン切りたくねえなー。うわー、なるほどね。いや、まあマンズだよな。パーソー短期だ、パーマン短期だったのか。高いな。負の話か。なん、うん、なんとも言えない。なんだけにね。トーン一曲じゃん。早く終わってよ。眠いんだから。4579252445779。まあ、タンヤオか。食わずの。食わずタンヤオを狙っていければなと。にごな。チ。チ。しごな。あれ、ひなな大丈夫か。いや、またあれか。トイメンがだいたいこの時間はトイメンが染めがちか。朝5時はトイメンが染めがち。吐く。
なんでもさすがに眠そう。この時間だからな。さあ5時半、寝る時間です。起きる時間です。なんなら人はこんな時間に起きたやつは終わってます。普通にウーマンか、チートになっちゃうな。1,2,3,4トイツ。リャンマンはいらない。タンヤをチートイツとか強そうだけどな。リーチタンヤをチートイツ。ドラドラ、パーピン、1,2,3,4,5。イーシャンテン、チートイイーシャンテン。タンゾウ、ツモ、ああごめんなさいね。ちょっと親の連打やめて。親の連打が一番おもろないって。気に離されちゃってんな。1曲目で4万点か。可能性なさそう。こんなんばっかだな。可能性がなさそうじゃない。ハイパイに、ハイパイってもっと可能性があっていいと思うんだよね。なんでこんなに可能性がないハイパイしか来ないの。おかしいよ。人間の未来はもっと明るくていいはずなのに。リーチもできん、テンパイまでいけない。ヘタッピ、あ、ひなな帰ってきた。ハクトついたらよかったな。ポンニャ、西尾ポン、なんか変じゃない。みんなどうした。どういうこと。異変があるよねこれね。みんな全然自分のあれじゃないやつで泣く、おかしすぎるよね。なんだこれ。また統一が集まってきた。やめようよ統一集めんの。ジーニャ、うわピンズ切りたくねえこれ。あ、統一が集まってきちゃった。もう4統一。こいつ集まってくるとこいつらを崩さなきゃいけないっていう可能性が出てくるのがすごい嫌なんだよね。やばい。嫌だな。ピンズの染めかな。切れないね。じゃあ4ピンとかもう二度と。まあでもワンチャン初だから別に染めてない可能性もあるのか。これで全然変なので待ってるのうまいよね。一瞬染めかと思わせておいて全然関係ない初飲みとかで上がるみたいなパターンも全然ありそう。親を流すという意味でもね。うわこれチート上がってたわ。急走と急ピンを吐くもあるしチート上がってた。感謝します。感謝した。アンカン、トンガ、もうもったいない。よくピンキッズ切れたね。あっちか。まあ、チートイダラダラ狙いながら。チートイじゃなくなっちゃったかも。スーアンコになったかも。トイトイでもいいんだけどな。
全然。崩していくか。折りつつ。はい、繰り込んじゃえよ。ロン。うわ、なんかキラキラの。ひななかい。うわ、ドラさん。いいペーコタンよ、ドラさん。もう才能ないわ。ダメだ、心が折れてる。心が折れてる。今完全にひなのこと見てなかったわ。まあでもドラにでかい。なんとかしよう。このドラにで。1144526789トンチュン33のドラドラ。まあタンヤオか。いやでもな、面前がいいな、できれば。できれば面前。マンズがいっぱいありそうで、なんか可能性なさそうなんだよな。ポンです。リャンマンポン。カッ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 。眠い。俺も切断して寝ようかな。みんなやってるもんね。俺だけがやっちゃいけないってわけではないよね。みんなやってんだったら俺だってやっていいでしょ。ウーピン567。あー割れない。本は1000。こいつらがなんかな、どうにかどうにかしないとな。弱いな。いや、なんか上がれる気がしない。めちゃめちゃ上がれる気がしない。うわー、トイトイ方ね。強いな、親のトイトイ。勝ちたい。いや、いいよ、悪くないよ。染めまで見えてるよ。いや、見えてないか。一回流れ止めるか。泣いて泣いて。見えずですね。流れ。焼き鳥センター上がれんじゃ。焼き鳥センター上がれんじゃのレッドになっちゃう俺。それが追加戦士。ブラック。ボンジュリブラック。黄色だろ。イメージで語るな。初自前はでかいな。これ泣いて泣いてでもいいな。でもな、できればあのドラ、いや泣きたくないな。初自前できたの強いから泣きたくない気持ちはあるが、トンが来たので泣いてもいいかも。大して変わらんな、ドラ1とな。泣いても。わあ、789あった。もったいない。噛んでしょ。ウーピー、赤ウーピー欲しい。
赤ウーピンください。ローマンでもいいよ。トンもちもちかな。いや、ウーマンだったか。いや、ウーマンは大切にしておく。これでトン泣いてウーマン短期と、あ、じゃあローマン短期マッチ切らねえかな。ドラはさすがにあんま変なので待たない方がいいかな。高め狙って変なので待つよりはこの6球満体が高めを求める。積もればいいしね、みんなが切らなかったとしても。みんなが切らなくとも積もりますわ。簡単な話、1枚は出てもおかしくなくない？ 4 枚あるんだったら9枚1枚しかないしんじゃない？マジ？そうなの？本当だ、めっちゃ出てる。1、2、3。いやでも3枚出てたら9万出る確率高いから、そっちで待った方が良かった説あるな。ドラ4枚あるドラのローマンより1枚3枚出てる9万の方が出そうじゃない？まあ、積もるしかないね。これは積もるしかないね。積もれないね。間違って切ってくれローマン。間違えろ、間違えてドラのローマン切れ。ドラなんだよな問題は。問題はドラ、ドラであるということ。言うて9万も切られねえな。チッソ俺最下位か今んとこ。つもぎりしろ。もうつもぎりしてないもんね。4枚あるんだよ。海底神殿です。海底つも、海底つもあります。これ海底つもブン。あ、3000点もらった。じゃあ許す。3000点もらったんだったら許すよ。十分です。みんなから1000点ずつカンパもらったんで。1億人、日本全国から1円ずつもらえば。1、2、3、4、5、6、7。うわっ、国士だった。ミスったー。国士だったー。今ちゃんと見なかった。8枚もあった。19自敗、損した。あまりにもで、マジでドラ切っちゃった。まあいいや、眠がってきたな。ちょっと思考回路がショート寸前だわ。今すぐ会いたい。トンだけ取っとこう。うわー、これあったな。国士1、2、3、4、5、6、7、8、9。うわ、これ川国士やっちゃうんじゃないの。川国、川国ありますね。4と1。いや、これあったな。第3弦もあった。
しかも全部あった。水槽もあれば。え、泣いちゃう？ちょっと待って。これ、ね、泣いちゃおう。あ、キューピーもそうだね。これもうトイトイ砲を狙うしかないです。正直な話。チートイを狙っていましたが、残念ながら狙えそうにもないので、トイトイ砲です。ポンです。じゃあ E ピン泣いてたらよかったよね。なぜならもう2枚出ちゃってるからね。あとの祭りだよね。で、白も初も3枚生きてるよね。悔しいよね。普通に体中を悔しさが、うわー、悔しいよね。こういう時悲しいよね。悲しみと悔しさに明け暮れた日々を過ごすよね。わあ、これチートやったな。あれしとけば、ポクシ狙っとけば。なんで気づかなかったんだ。なぜ国士に気づけない。この国士に気づけない俺は一体ポンコツが過ぎるでや。無役。辻、あー、対面かい。リーチしたやつしか見てなかった。もうダメだ、切断だ。俺の親なのに切断だ。1779145794。このさ、ハンちゃんってさ、始める覚悟をもう少し決めてから始めた方がいいかも。こっから30分から1時間ぐらいが何もできなくなるぞっていう覚悟がないとハンちゃんは始められないかも。ハンちゃんちゃんちゃん、ハンチャーハン。あとハンちゃんとハンチャーハンが似てるっていう問題もあるしね。なんなら一番の問題点はそこにある。しない、3万はいらない。いや、言いそうだがいらがったが、どっちしろな。いや、今言いそうだったら切るとしたら悪くはない。カンちゃんカンちゃんリャンメン、カンちゃんカンちゃんリャンメンってことは実質ごめん待ちで、リャンメンカンちゃん、リャンメンカンちゃんまで来た。三蔵、三蔵奉仕、リャンピン奉仕。あ、リャンピン奉仕の方が良かったな。ミスった。リャンピン奉仕でこれ切るべきだったわ。リャンピン奉仕残しのリャンゾー切りだったわ、今。そうすればね、3ピンが来れば。まあ、どっちにしろか。いや、どっちにしろじゃないな。いや、どっちにしろか。どっちにしろだわ。変わらず。未来は変わらず。変わらずの国。うんこもして、もう絶望だ。何もできない。今の俺はうんこもしたけりゃ。パッピン、パッピンか。パッピンはいい。あ、でもキューピン切っちゃってるわ。たん、あれだ、キューピン切っちゃってるから、あれだ、フリテンだ。猫になったんだよな君は。絶対それじゃないな。ギャッ。ひななに振り込めるんだったら本望かも。でも、
うわ、両面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 になっちゃった。ゾン。よし。プリテンは消す。俺の前から去れ。しかも4ピンの筋が通ると C ピンでね。これでかいよ。リーチニャ。リーチニャだと？あまり舐めるニャよ。苦しい。振り込み合い振り込み合い。これを置いて振り込め振り込め振り込め。これを置いて振り込んでくれ、頼む。これは欲しい。あ、でも俺役ねえじゃん、ミスった。 K 点取っとくか。 K 点取ったおかげで絶望のローンピン、グーダブロン。あぶねえ、切らないだろその間。よし、まあ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 、テンパイ、なんとか K 点を維持。吸い取れ吸い取れ、1位から吸い取っていけ、ちょっとずつでも。そしてここで俺が爆上がりする。全然そう離れてないから、跳ね間一発で追いつく。ただ苦しいと。4812789137978 9の3色とか狙っていったりしたりしなかったりしちゃったりして、おいおい、難しいなあ。ここから何を作ればいいんだ。チートイツしかないぞ。タンニャオもなあ。ああ、そうきた。789か。急走とパッソ飛行イベコ作ろう。あ、でも相当遠くないね。急走とパッソ引けばいいね。急走とパッソ引くわ。で、3ピンも引く。きちぃ両面なし。ヨーロッパが完成するしね。しかも。ヨーロッパまで完成させていくと。俺は国を作る。うわぁ、一致してきた。押します。押す意味はないんだよな、ただ、今。よく考えたら今押す意味ゼロだな。なんで押したんだろう、今俺。危ないよ。降りるか。降りつつ、タンヤを狙いつつ、っていうわけにもいかなつつか。嘘。ああ。降りましょう。あ、3ピン来てんじゃん。降りなきゃよかった。ミスった。なんで降りたんだ今俺。3匹来たの見てなかった。もう寝てるわ、脳みちょが。完全に脳みちょが寝ちゃってる。うわ、ダブロン。キータイヤを飲み親だしね。リーチ一通飛んじゃうんじゃない。危ない、大丈夫だ。飛ぶんだったら飛んでいただいても構いませんけど、眠いので早めに終わるというのも
悪くはない結論なんじゃないでしょうか。ここは飛び率 30% を誇る俺が見してやるか、伝説。あ、これでも悪くないよ。泣いて泣いて泣いてで本一でタクト行こうよ。ハクこの世から消え去りました。悲しいね。飛んで泣かせてよ。うわ、ドラ、ドラはちょっと話聞いてないよ。このドラを大切にするっていうパターンもなきにしもあらず。全然あえてこのドラで待つみたいな。めっちゃピンズの本一に見せかけてドラで待つみたいな、ありだよね。ただなしの可能性が高くなってるよね。それで飛んで泣いてってことだよね。飛んで泣いてね、パーピンでも泣いてね。でリャンゾー短期で待つみたいな、飛んで泣いてリャンゾー短期で待つみたいな、キモ。麻雀するのはあり。まあドラだけど、あいつはまあドラ、ピンズで染めてるでしょっていう。同じか、本一トン、トンドラに、いやトンドラにの方が高いな。本一って何班？泣いた本一って何班？2班で一緒かも。意味ないかも。ヒーロー？おや！ポンです。まあ、キューピンが一番出やすい気はするけどね。あ、なんとか取ってたらよかったな。としたらば、だって俺も分かりやすいもんね、めちゃくちゃに。お、両面待ち。いやでもキューピンの方が出やすかったかな。いやでもなんかピンズとか切ってくれてるぞ、なんでか知らんけど。うわ、ドラが、ドラ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 エモンズ、ドラ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 エモンズ、ドラエフリテン。さすがにフリテンは無理だ。おい、マンズで染めてるやつがいたらこの世の終わりが。やばい、ひならのこれ、ひならの打点をめちゃくちゃ上げちゃったかもしれない。俺がこのスーパーカンで、スーパー神をカンで、うわうわ、ドラはないよかった。裏ドラがやばいんじゃない？あー、そうでもない。あ、でも飛んでない？あ、飛んだ。あー、飛んじゃった。やはー、こんなに頑張ってるひななには、ちゃんとご褒美があるよね。確かに。やっぱり頑張っているとご褒美があるのか。俺が頑張ってないからか、もしかしたら人生を。俺ももっと頑張った方がいいのかも。ということで、以上、深夜のマージュンでした。ご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。朝なんでね。皆様は良い一日を送ってください。僕は寝ます。グッドバイ、グッドナイト。